よう忘れるね。およそ300メートル先、蒲田を左方向です。今日は来ましたよ。今日来ましたよ。え？何？ああ。この音です。かわいい。50円やったこれ。おい。100円は入れて。はい。あ、お母さんこっちにもある入れるところ。ただいまーす。あ、コインはこっちから入れてるんですか。入りますか。はい。ありがとうございます。面白い。あーという感じでね。はい。コウノトリってあんな字書くの。へえ。初めて見た。初めて見たね。これめっちゃでかいじゃん、これイノシシ。え、何これ、こんなに大きいイノシシって。本当だ。え、これ100キロぐらいあるんじゃないこれ。50から150キロだったよ。すごいね。これ怖いわ、迫力あるねこれ。イノシシ。そっちなんかあるん。スズメはこれしかおらない。スズメはよく見る。うん。見てもちょっとよくわからんでた、全部スズメに見えてくるこれ。これはわかるよね。わかるね、スズメはそれわかる。これもスズメって言えばスズメっぽいよこれ。ねえ、これ何の鳥って言ってホオジロって言える人が何人。これビバリって言えるこれ。ビバリ。え、あ、ヒバリや。ビバリ。ビバリって何や。ヒバリ。ビバリ。え、それ何。ビバリって。ヒバリか。ビバリっていう人いない。何ビバリ。なんかビバリっていう人いなかった。前田ビバリか。ヒバリや。失礼しました。白や。おう。うん。コーヒー屋さん休みだ。うん。はいはいはい、すいません。どうしてもいいよ。じゃあテーブルする？こっちか。あ、俺これにしようかな。これでしょうね。ボリューム的に。うん、これでいいんじゃない。うん。生卵と山芋でございます。握力が。うん。頑張って。全然擦れてない。全然擦れてないで。力入れます。マジか。一緒か。ほら。お前。うん。もういいかな。うん、いいか。結構ついてる。結構ついてる。大好物。大好物。うん。おいしい。え？わあ、すごい。うん、見てみようか。美味しそう。いい匂いするね。メロンとかも美味しそう。これでも乗ってるのもそれぞれ違うんだな。どこでもいいですか。はいはい。どうする？この辺する？うん、じゃあこっち。うん。すごいねこれ。こんなん食べる？食べれる？さっきそば食べたの。すごいねこれ。安い。これすごいこれ。3000円。知らんけど。これ3000円は言い過ぎやけどこれ安い。メロン。はいすいません、はいありがとうございます。すごい。これ俺食べた。可愛い。可愛い。甘い。うん。なんか魚介の匂いがすごいね。他の缶詰買おうかな。これあいらんやつや。これ買おうよこれ。買おう。美味しい。なら宿で。うん、宿でもそうそれこれ買って帰ろう。ねえ、刺身で上がった魚使ってんだって。じゃあ上がったのそのままでしてるんだね。こっちもなんか大きい。美味しそうやなこれ。これめっちゃ美味しそうやなこれ。ねえ、白いかもこれ冷凍だけど多分絶対美味しいよねこれ。わあ、美味しそうね。うん。何がある？あ、でっかい。何これ？めっちゃ大きいじゃんこれ。何これ？めっちゃでかいねこれ。うわ、何これ？こんな大きいのいるんこれ。体でっかい。大きいもん。はい。松葉ガニのこと思ったら、でも3分の1の値段なんですけれど。これ何ガニなの？これは霞ガニ。赤いのはね。こっちもちょっと赤いんだけど、これはアイノコちゃん。松葉ガニと霞ガニのアイノコ。そんなのいるんだ。ハーフちゃん。これお刺身とかで食べれる？もちろんです。食べ方はね、松葉ガニも霞ガニも同じ食べ方ができます。カニ刺し、それからお鍋もされますね。しゃぶしゃぶもできますし、豆板焼き、蒸し焼きね、湯がいて食べたりとか、全部一緒です。カニもあるの？食べれるの？書いてあった？そうか。覚えといてよ。マネージャー。全部カニ刺しするので。あ、本当。やった。で、甲羅ののお味噌はちょっと固まりにくいんですけど、多分焼いて出すようなことを言っておりました。そこだけはちょっとはっきりわかんないので。わかりました。はい。すいません。はい。ありがとうございます。6部屋しかないので。6部屋しかない。はい。だからすごく静かで、今着いたら自分たちでコーヒー立てて飲んだりとかできるお宿なんです。高級じゃないですよ。田舎の高級なんかしない。ちょっとおしゃれ気味に作ってあるので、もしあれやったら中には入れないんですけど、ちょっと気にかけてやっていただけたらなと。あ、いいですいいです。どうぞ。ありがとうございます。ちょっと見せていただいてチェックインします。ありがとうございます。行ってきます。はい、すみません。はい、ありがとうございます。あ、ちょっともう行かないといけないね。ありがとうございました。すごい感じがいい。すごい感じが良かった。おお。親切だよね。いいカニが食べれる。いいカニ。やったね。